新京はちょくく昨日法務大臣に法務省の任命についてですね、はい、韓国に玉ねぎ爆弾炸裂これは面白いな、はい、でも玉ねぎ男と言われてますから ですね彼が次々に疑惑が出てくるんで、宗氏の娘に関しては2週間のインターンを、チョ・グク氏の、ね、娘に関しては2週間のインターンしただけで英語による専門論文の第一筆者になり、そのおかげで無試験で高麗大学生命科学部に入学した。高麗大学は一流大学ですから、はい、という疑惑。もう一つ、2014年に釜山大学専門大学院に合格したのはもうデタラメの自己紹介書が走行したと言われています、はい、この自己紹介書には宗氏の妻が、チェ氏の妻が、教授を務める東洋大学の総長から表彰状を授与された旨も書かれていましたが、9月に入ってから総長は表彰状を渡しておらず、著者の妻が偽造していたことが分かりました、うん、検察の判断では偽造されたのは12年9月7日、私文書偽造罪は時効が7年なので期限が切れる直前の6月22日22時40分に事情聴取もないまま父の妻を在宅起訴したと。それだけではなくてですね、はい、もっと注目されているのは父とその家族親族が出資しているファンドの疑惑です。例えば父のファンドはある街灯点滅機メーカーに集中投資しましたが、この会社はこの2年ほどの間に47の地方自治体と公共機関に177点もの納入実績があり急成長していました。はい、もう韓国らしい、理想です。協議が付け加えるには、このファンドを利用して中国が上場前の企業の株を買い、上場後に売却して1000億ウォン、約90億円の利益を得ようとしていた疑惑が出ています、はい、またファンドが投資した企業の株主に与党関係者がいたり、その企業の公共事業の受注先は多くが与党所属の市長が代理する自治体であったりと疑惑の種はつきません、はい、どうなんですかね、これね。そうですね、もうこう、いやこんなのばっかりでしたよね。もう次々に本当に玉ねぎのように出てて、8月で約30箇所にガサ入りしたのは、検察から文政権の中国を法相に任命するのをやめろというメッセージだったと言われています。しかしそれでもやめる気配がないので中国の妻の起訴に踏み切ったのです。もう検察が本気になって、はい、妻が起訴された東洋大の表彰状偽造ですが、中国は人事聴聞会で自身の関与を否定しました。ところが党の東洋大総長が9月7日朝テレビの取材に対して、中国本人から表彰状は偽造ではなく総長として妻に発給を一任したことにしてほしい、そうすればお互い怪我をしないと脅迫まがいのことを言われたと証言したのです、はい、また中国の妻から13回も電話があり、うち2回は通話しているとも証言しました。中国は聴聞会では妻は総長と1回しか話していない、自分は話していないと答えていたのです。だけどこの、証言した、東洋大総長は反ムンジェイン運動の中心人物として有名な人ですから、はいですね、これもまた分からないんですけどね、はい、結局チョ・グクは、法務大臣にならないと検察の上に行けないから、うん、逮捕されないようにするにはもうここまで来たら法務大臣になるしかないと、でムンジェインも、その法制改革をさせたいって言ってるけれども、多分自分が大統領を辞めた後に逮捕されるのを防ぎたいから反日活動したら許すとか、多分そういう変な法案を立てようとしてるっていうふうに、まあまあそうですね、はい、だからムンも絶対にそうなんですよ、法務大臣にさせて改革させるしかないって、改革なのかそれはと、そういう一蓮托生というかもうすごい結託した感じですよね。チョ・グク氏は以前から検察は魔物だと発言し、検察の既得権益を削ぐと宣言してきた人物です。それだけに検察はチョ・グク氏が法相に就任することだけは避けたかった、一方のその、検事総長ユン・ソクヨル氏っていうのはパク・クネ事件の際人に忠誠は尽くさないと言い放った人物、さらに検察の権力を奪おうとする現政権に対する反発機関が基礎式としてあるので、ここまでの本気度を見せているのでしょう。チョ・グク氏側で言えばですね、一つにはここで引き下がると対保守という政治上の争いでの敗北を認めることになるからです。
革命とか正義の戦いを遂行中の現政権としては一度決めたことを何が起きても変えられません。もう一つは中国が文大統領が進める検察改革を担う人物だから。韓国の検察は強大な権力を持ち時に政治にも介入します。捜査を利用して政権を終わらせたり検挙したい人物がいる場合反対勢力を利用したりもします。文大統領は2045年までの南北統一という目標を掲げており、実現にはそれまで左派政権を維持しなければなりません。その際検察は政権への抵抗勢力として非常に厄介なので、検察の政治的権力を奪うための改革を是が非でも進めたい。その改革を軌道に乗せる役割を担うのが中国だというわけです。すごいんだな。そうですね。まあ、左派政権が続いていかないと、自分が捕まっちゃうからですよ ね。保守側に、っていうかね、右派側になっちゃうと、もう一発でやられちゃいますからね。検察としては中国氏に弱みを見せれば必ずしっぺ返しを食らうから、彼の不正を徹底的に暴く覚悟でしょう。一方文大統領はこれまでもかなり強引な政治を行ってきました。閣僚などに関してすでに16名を人事聴聞会の賛否に関係なく任命しています。それなのにここで中国氏の任命を見送れば文大統領の求心力が下がったとみなされて支持率が落ちかねない。だから諸説貫徹するしかなかったのです。毒を食らうは皿までという感じになってますね。これどういうふうな決着になるのか、まあ野次馬としては面白いですけど ね、ここまで疑惑は出てるのに、このチョグク の、あの法務大臣就任に反対49の賛成37って、賛成37がいるんだっていう、まあ、意外な。これがその、あの文在寅の岩盤支持者たちなんですよ ね、これが4割いると言われてるから ね、4割は終わらない限りは、まあ、強いと、そうなんとかいう感じですよね。残ってるということなんですよね。まあ、これならどうなんですかね、これから。もうパククネどころじゃない疑惑じゃないですか。それはそうですね、はい、チェスンシルゲート、チェスンシルゲートはなんかもうでっち上げだったという、大体そういう方向になってますからね。出てますもんね、はい、無罪になるかもしれない。そうですね、はい、そもそもパククネ自体はそんなに関係ない感じしますしね、本人自体蓄財してるとかそんなんでもないですね。ないですからね、はい、チェスンシルが何かあった。チェスンシルは多少、まあ、その娘のこととかね、あるけど、教授してるっていうのがあるんでしょうけど、韓国はまだまだ続きそうです。そう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 、はい、いやもうすごいですよ、1日2個ぐらい話題くれますからね。そうだね、マルチヒッターですよ毎日。